はい、皆さんこんにちは、吉田沼さんです。はい、ですね、まあお気づきの方はお気づきだと思うんですけど、ここしばらくですね、動画のアップがですね、1日1本しかやっておりません。ずっとですね、1日5本から10本、多い時はですね11本12本とですね、アップしてたんですけど、最近は1本と。これはなぜかというと、もう理由は一つ、仕事が忙しいからでございます。はい、ですね、ちょっと仕事柄ですね、その、ある、まあ、プロジェクトがですね、時々あります。続くときはですね、本当に、プロジェクトがですね、例えば11日続いて、で、ちょっとですね、数日、2、3日ですね、プロジェクトがなくて、通常のですね、勤務というかですね、がなって、その後ですね、また4日間、続くとかですね、そういう場合があります。今回ですね、しばらく続いております。で、例えばですね、どんだけ忙しいかというとですね、例えば、木曜日ですからね、木曜日、にですね、朝ですね、5時20分ぐらいですかね、家を出て、家を帰ってきたのがですね、11時、12時、なんかそのぐらいだったんですね、ちょっと覚えてないんですけども、ということで、例えばもうひどい場合、昨日ですと、本当疲れて帰ってきてですね、自分の車をですね、家の庭にですね、置いて、バックして、駐車するんですけども、駐車をしたと。でも一気に安心してですね、もうシートベルトだけはかろうじて取ってですね、自分の家の庭ですね、仕事終わってから夜、昨日。10時ぐらいだったのかな、それでも。昨日は、帰ってきたのが。で、ちょっと寝ようと思ったんですね、車で。ちょっと寝ようと思って、寝ちゃったんですよ、完璧に。それで、新聞配達のオートバイの音が聞こえたなと思ったんですよね。で、って思って、でもちょっと起きる記憶がなくて、ちょっと、しばらく寝てて、で、もう、ちょっとやばいと思って時計を見たら3時頃だったんですね。だから5時間ぐらい車の中で寝ちゃったんですけども。それからですね、車のドア開けてですね、自分の家に戻ってっていうか、まあ庭なんですぐなんですけど、で、ちょっと寝てですね、また起きて、っていう感じだったんですね。まあそんな、こんなでですね、まあなんとかですね、そのプロジェクトもですね、まあ一応とりあえず明日でですね、無事、まあ終わりそうかなというところでございます。そしたらまたですね、いろんなレビューをですね、どんどんね、復活させていこうかなというふうに思っております。今日はちょっとね、ちょっぴり時間ができたんでね、今動画を撮っております。はい。撮ったらこれすぐね、アップしようと思ってますね。ほとんどタイムリーでございますね。はい、今日ですね、日曜日でございますね。10日ですかね。6月10日ですね。はい、ちょっとね、また明日も朝早いんで、頑張って行ってきたいと思います。皆さんもね、お仕事大変だと思いますけど、ぜひ睡眠時間はね、確保、できるとね、いいですよね。はい。ではまたお会いしましょう。いつも見ていただいて本当にありがとうございます。